こでですか。ポンポンって言うと。こんにちは。こんにちは。お名前は？原田です。原田は、原田さんは学生ですか？それとも先生ですか？それとも PTA ですか？PTA です。PTA？ これは PTA ないでしょ。教員ですね。教員って何ですか？あ、じゃあ聞いてください。教員って何ですか？先生ですね。学校。先生？はい。先生ですね。はい、先生。僕も先生ですね。何の先生ですか？今はメイクを。今日はノーメイクですよ。あ、素敵です。本気で言うと、私は日焼けですよ。これがビフォーでアフター。あ、逆だから逆。それ言うならもう逆でやらないと成立しないでしょ。ちょっと待って。みんなわけわかんないことになるから。はい、もう一回、はい、テイク2。ちなみに私も日焼けですよ。私は本当はこれがビフォーでアフターだよ。ちなみに私も日本人ですよ。日焼けサロンを通ってます。通いすぎでしょそれ。正直ですよ、これがビフォーでアフターよ。素敵です。はい、ありがとうございました。ビフォー違う違う逆。ビフォーでアフター。ビフォーでアフター。近い近い近い。ビフォーでアフター。違うから。あ、逆。ビフォーでアフター。これも山野のおかげだよ。ビフォーでアフター。ビフォーでアフター。じゃあこういう風にやるというのをちょっと一回デモンストレーションいたしますね。お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お名前を。原田です。原田何さんですか。アリサです。アリサさんは、ここで何をやってらっしゃるんですか。メイクの教員をやっております。なるほど、はい、私が知りたいのは、原田さんと、山の病院学校の関係は何ですか。じばる言ってください。私もここの卒業生で、ポンポンって言うと未来の夢は。ポン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 と。あ、え、ポンポン。なんと。あ、一番の夢。まとまって。まとまっての夢はお嫁さん結婚。え、まだ言ってないの。はい。な、やっぱり目線が高いの。目線が高い。決めたことか。運命の人が今いる。いる？運命の人がいる？あ、うん、出会ったので。本当に。じゃあ英語の部分を。はい。はい。どこを英語で言ってもらいたいですか。じゃあ、運命の人に出会った英語で。そこかよ。運命の人に出会ったのが嬉しいです。はい、はい、どうぞ。英語でですか。はい、英語でです。わかんないです。わかんないです。じゃあ、わかった。運命の人に出会いましたが、え、なんだっけ。嬉しいですでしょね。そうでしょ。運命の人に出会えて嬉しいです。です。ボーナス。これ全部の中に言葉1個だけを英語でここが振ってくれる。運命の人に出会えて嬉しいですという単語の中から1個だけヒントを与えるので、どの単語にしたいですかという今。そう、出会えて。はい、どうぞ。俺かよ。そうよ。Meet。Meet。だいたいね、こう日本語で言った単語を逆にして英語で言うと意外とあの文章がこう成立したりするんですよ。はい、だから嬉しいです、あえて運命の人みたいな。Happy meet アドゴに。はい。運命の人。運命の人がアドでしょ。はい、はい。運命の人はもうイコールアドゴリーで。もう成立しちゃったよこれ。ハッピーミーアドゴニ。あら。I'm happy to meet you too. I'm happy to meet. I'm happy to meet the man of my dreams. The man of my dream. はい。すみません、さっき私ずっと見てるけど、あのちょっと緑の人ちょっと似てない？あららら、ら原田さん、ちょっといいですか？これ原田さんですか？8年ぐらい前。8年ぐらい前、ちょっとね。Before、After になりました。すいません、ありがとうございました。原田さんでした。またねー。バイバイ。 Those are peace for the book, but I couldn't say the words. 手振り手振りで頑張る僕を。ありがとうございます。あ、行っちゃった。バイバイ。またねー。からの夢。余裕ですか？Ha ha 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 ha!